慌てて転んで折ってんじゃん。違う。待って入らん。え？キャップ。嘘でしょ。で、3、2、1。皆さんこんにちは、バタイチャンネルのコルです。バーバです。マモもいます。今日は明日から新学期だぞーい。まあこの動画が公開される頃にはもうスタートしてるんですけども、撮影日はリアルに春休み最終日ということで、新学期準備なんかあった？なんかいる？うん、何がいんの？筆箱とか。筆箱はあんたいっぱい持ってますやん。違う、いっぱい持っていいね。気分がな、変わるからいいよね。まあママが準備するものはもう終わってるんですよね。例えば絵の具足りないよとか、うん、上靴、うん、もう汚れすぎてるから新しいの買うとか、うん、そんなんは。あ、もうそんなんはもう最初にやって、うんうん、お名前とかつけて、うん、もう全部終わってます。お疲れ様です。お疲れ様です。世のママたち、うん、パパもいるかも。お疲れ様です。子供の準備大変だよね。ね、新学年ね。うん、じゃあ何から紹介していく？筆箱。筆箱？筆箱。うん、割とシンプルじゃないですか。透明のやつ。なんか縁がキラキラしてるけど。そう、なんか可愛かったから買った。キラキラのところが？うん。はあ。いいよね、中も分かれてて。そう。可愛い。なんか写真みたいなの入れれる。学校にはあかんけどさ、この推し活できるらしいで。これ取り外すんで。あ、ほんまや。写真入れたり、バッジを、うん、その今取り出してたやつにさ、うん、つけて、うん、いい感じになるらしい。これ中入れてった方がいいと思う。ない方がいいと思う。あ、なくてもいいかもね。じゃない。はい、これだけ余ったやん。なんか4次元ポケットみたいだけど。いらんのこれ。入れてもいいんじゃない。でも学校には別にいらないかもしれない。なんかもったいない。入れててもいいよ。なんか定規とか入れてもいいし。お手紙とか。いらない？俺いる？あ、やっぱいる。違う、なんか隠すことに使う。そうやな。そうそう、なんかお手紙もらったらお手紙だけ中入れるとかさ、ちょっと入れといたらいいんじゃん。あと鉛筆は全部そこ入れる。お友達からね。そうそう、もらったり。お友達からもらった手紙とか。うん。うん。あった方がいいと思う。うん、いいと思う。かわいいと思うよ。次、鉛筆。いや、鉛筆も何本持ってますやん。なあ、え、何本持ってるん？てか、小さいやつ。え、小さいやつ。もう小さくなったって？うん。そんな真面目に勉強してる。うん。どうせ慌てて転んで折ってんじゃん。違う。シンプルだね。そう、これ合ってる、合ってるやんね。合ってる。おー、筆箱に合わせたの？うん。もう、無地よね。ただその、なんていうんだろう、これネイルトーンというか、ちょっとくすんだ、そう、薄いような色の鉛筆。パステル。かわいらしいやつやな。うん、これだけ種類違う。あ、そうなの？全部一緒に見えた。まあ、線がちょっと違うの。え、線？ほら、ここ線入ってるやん。え、入ってるやん。え、入ってたって、黄色にも。おすら線が。でも、なんか違うの。そうだ。そう。同じやろ。うん、違う。頑固やな。もうどうでもいいわ。はい。待って、入らん。え、まあ、削るし。筆箱に合わせて鉛筆選んだと。はい。持ってきまして。キャップ。はい。その画面左側は鉛筆キャップよね。うん、うん、反対側のそれはキャップ。そうでしょ。いや、なんかあの、ひびが入ったりしないし、キャップ落としたときにうるさくないし、鉛筆が転がりにくいとか。え、どういうこと？キャップ付箋じゃん、これ。違う。じゃあ、開けてみる。キャップと書いてるけどね。これはキャップでしょうよ、皆さんご存知。それがキャップ？お借りします。キャップや。鉛筆入っとる。今そんなんなん？うん。知ってた？知ってた。知ってたの？うん。トイレからもらうし。うん。持ってるよね。そうなん？それや。キャップってそれやん。これ振ってみちゃったよね。そう。振っ
これ落としたらな、わそう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 どっか行っちゃうし、これほらそうそうそうどっか行っちゃわへんね。すげえな、文房具も進化し続けるな。で次、鉛筆削り、はい、鉛筆削りもあるでしょ。ない。え、ない、大事に借りてる。そうなの。大事、3つある。バランスおかしないね。で一個一個でええやん。なんで3個ゼロ個やん。ないのね、あなたは。そう。ん、なんか、え、2つあるやん。うん、え、普通じゃない。え、なんで2つあるの。急いでる人よ。違う、あのなんかこう削れんのとこう削れんのがある。え、もう一回やってくれる。こう削れんのとどっちが先っちょ。下下下下、ここ、ここが先、うん、こう削れんのとこう削れんの。角度が違うの。そう、一個でええやん。なんでいつ分けるの。え、いつ分けるの、いつ使い分けるの。なんかあのキャップがなんか長かったらどちらもいいし、うん、短かったら長いの使ったら先っちょが、あ、キャップがキャップからはみ出て、うん、はみ出てってはみ出て入らんって。そう、だから、うん、かさばるじゃん。続きまして、定規です。透明の。こんなにいる。もうさっきからパパは文句ばっかり言ってんな。何センチ定規。17って書いてるで。シャーシャーって知らずに買ったの。パンダ可愛らしい。またなんかこの幅がさ細くて、うん、なんか持ちやすかったけど。透明いいね。うん、まあ全体的にクリアだね。今回のテーマですか。まあ、筆箱合わせたって感じ。うん、でもなんか透明感がある感じで揃ってるけど。はい、続きまして、ラスト。うん、あ、なんか飛んでたけど。はい、消しゴムです。うん、これすごいよね。ちょっと開けんね。あんまり消しゴムは透明感ないけど。いや、それは大丈夫。なんでやろ。消しゴムはね、色付きダメやね。白か黒の四角しかダメで、形まで。そう、やっぱ削れて丸くなるのはいいんだけど。はい、いや、消しゴムなんてもう普通の消しゴムでしかないんじゃん。なんか痛い。え、3、2、1。え、だから消しゴムやろ。チビ消しゴムが中に入ってる。え、これ取れんの。うん。マジンガー Z やん。ここはない。誰もわからんか。マジンガー Z 誰もわからんか。ちょ、ふにゃふにゃ。これさ、消しゴム貸してってやった時さ、うん、入って渡せる。いや、びっくりするんじゃん、隣の子。貸してって言ったけどもみたいな。中貸してあげたらさ、本体がさ、ぐにゃぐにゃならへん。ケースがあるからいけるんじゃない。うん、周りのケースはついてるよ。うん、はぁ。しかも中がピンクとかやったらダメやけど、黒やったから。あー、学校のルールもちゃんと守って。変なの。めっちゃ面白い。終わるのは終わって、おまけ、おまけだそうです。ほい、ハイチの給食セットの袋、うん、巾着みたいなやつかな。そう、マイクラですやん。はい、それかわいいやん。なかなかかわいい。かわいいやんてか、もう小3男子みたいな。いや、もうでもちょっとさ、春休み最終日やったやんか。売ってなかったの、ね。うん、売ってなかったものが。みんな準備したんかな。給食袋なんかほとんどなかった。もうナイキとか全部売り切れ。巾着の方ちょっと開けてみてよ。お、かわいい。はい、いいやいいやいいや。あ、めっちゃいい、かわいい。いいや、かわいい、いいと思う。大地、じゃあこれ明日から使ってな。明日給食ないか。明日はない。3年生から使ってな。はい。というわけで今回は新小学5年生と3年生になるばあちゃん、たいじくんの新学期準備でした。君さ、筆箱何個持ってんの。それ何代目。もう覚えてる限りでいいよ。6代目違うな。7代目違う。8。どんどん増えていく。なんか初期の頃はなんか黒い箱型を使ってるんだ。え、 あれ違う。8。ここに幼稚園ぐらいからもうずっと筆箱買ってたから。違う、いっぱいあるよね。え、何代目なって言ってく。9です。もうええや。で、10個目。ええ、これが10代目。そんなにあるかな。あるって。あ
女の子は1年に1回ぐらいは買い替えるんじゃないかな。ママもずっと買ってたよ、毎年。いいえ、もうすでにペースオーバーやけど。いや、もう重大な壊れたりとかしてたし。はい、じゃあ皆さんも新学期なんで、もう新しい何かを買って、まあ、気持ち、気分新たに始まるのかな、新生活が。楽しみ？うん、緊張する。クラスがあるしな。先生も気になるしな。まあ学校だけじゃなくて新しいこと始まるから一緒に頑張りましょう。じゃあ明日から頑張ってね。バイバイ。バイバイ。削らなきゃ。削ってくる。